8月21日土曜日、稲部運動公園体育館で、トヨタ車体株式会社によるスポーツ教室が開催され、昨年日本ハンドボールリーグで準優勝したトヨタ車体ブレイブキングスの皆さんが、市内の中高生などおよそ90人の男女を対象に、基本的なトレーニングやテクニックなどおよそ2時間にわたって指導を行いました。地域社会との触れ合いを大切にしているトヨタ車体株式会社は、毎年全国各地でスポーツ教室を開いており、いなべ市内でのハンドボール教室の開催は今回で3回目となります。技術指導を受けた後は、実際にチームごとにトヨタ車体ブレイブキングスの皆さんと対戦。またとない貴重な対戦にみんな真剣です。ブレイブキングスのディフェンスをうまくかわし、ナイスシュート。他にも好プレーが続出します。自信につながりますね。参加者の一人は、とても楽しい時間だった、教わったことを日々の練習や試合に生かしたいと笑顔で感想を話していました。日本トップレベルの選手から直接指導を受けることができるこのスポーツ教室は、日頃の練習の励みにつながると参加者から大好評です。トヨタ車体ブレイブキングスのキャプテン、佐々木剛選手からの一言です。トレーニング、いろんな細かいことだったり技術的なことがいろいろあると思うんですけど、やっぱりその言われたことを意識しながらトレーニングすることっていうことを、やっぱり一番やってほしいなと。最後は記念の写真撮影。いい刺激をもらいましたね。